YDKAP プレゼンツ、 YDKAP プレゼンツ、内田恭子の内ココ内だけここだけの話。YKKP プレゼンツ、内田恭子の内ココ内だけここだけの話。さあ今日のお客様はこの方々です。どうもおはようございます、ビーバーのピアノボーカル杉本です。ドラムの川辺です。ベースの奥野です。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。そして初めましてです。はじ、い、めまし て、はい、ましてようこそおいでくださいました内田恭子ようこそお邪魔しま す、 お邪魔します。ということでウィーバーの皆さんは2009年デビューなんですね。そうですね、はい、で高校の同級生。そうですね、高校1年生の頃に1年2組で3人と同じクラスで出会いましたね。でそっから始めたんですか音楽を。なんとなくもうその時にこう出会ってバンドも始めて、うんうん、音楽はまあ僕はピアノをもともと小さい子からやっていたり、はい、うん、ベースの奥のは中学で文化祭みたいなやっていたりだったんですけど、うんうん、3人でやるのはそっかですね。で今皆さんどいくつなんですか。今27になりました。じゃあもう ほぼ10年以上。そうですね、ずっと一緒にいるということで。じゃあもう高校生の時の、はい、なんか恥ずかしい話からありますね全部、はい、成人式とかも一緒に。そうですね、あの入ったんじゃない一緒の場にいた、うん、そのバンドしてるコラってこう華やかな学生生活をしてたイメージ持たれること多いんですけど、はい、結構日陰組っていうかね学校がバンドをやることにすごくアンチというか、うん、それは不良をやることだみたいな、うん、ちょっと厳しかったのね。ところで文武両道な部活がすごい盛んなところだったので、うん、僕たち逆にこうなんか部活もせずに遊んでるわみたいな風に思われて、うん、結構なんか隅っこにいたんで成人式もにも川辺がどうしても行きたくないっつって、うん、どうやったっけな川辺さんそれどうして行きたくなかったんですか。いや多分その友達が輪の中に入りたくなかったんですよね。なんかこういう反骨心じゃないですけど、ちょっとどうなってたんだろうね。多分俺は違うしみたいな。バンドマンはそんな成人式出ないよ。そうなんですよそう高校はなんか進学校やってなんかみんな勉強も頑張ってるしで部活やってる人が一番かっこいいみたいな感じだったんですけど、高校の頃から部活なんてもうどうせ3年で終わりやろ、俺らバンドってずっとやるしみたいななんかそういうちょっとカッコつけてたんだろうなと思いますね。じゃあ川辺さんが行かないって言ったらもうお二人も、あと仲のいいもう二人ぐらいの友達と5人ぐらいでカラオケ行くか、はいはい、カラオケで同窓会な、同窓会。じゃあその日はどっちにしろ皆さんで、ね、一緒に過ごされたけど、ね、成人式には行かない、はい、深夜までカラオケだよ ねスーツね、あれはスーツ、ね、スーツ一応スーツ着たから可愛いですよそこ一応成人アピールはしてたんですね。いや行きたかったな、こう大人になるとね、はい、思いますよね。じゃあ皆さん今27歳でこれからどんな男性に大人になっていきたいと思いますか。そうですね、うん、まあやっぱこのデビューしてから業界の社長だったりだとか、うん、いろんな偉い人と出会うことがあって、そういう、まあ、この業種は特にそうなのかもしれないですけど、はい、社長はもう特にユニークというか、うん、フランクというか、うん、すごいカジュアルなんですよね、うん、なんか偉いのにそうやって砕けてる感じっていうのはなんかかっこいいなって思うので、そういう男性には憧れますね、大人の男性には、うんうん、僕のもあの結構やっぱり同じような感じなんですけど、はい、その結構ベテランのプロデューサーの方とか思っててもすごい少年のようにいつまでも音楽を楽しむ心忘れない人たちってすごい多いなと思ってて、うん、なんかそういうなんか少年心だったりとか忘れない大人でいたいなと思いますね、うん、川辺さんは。そうですね、僕川辺はですね、その先輩にこうご飯をごちそうになったりすることがあるじゃないですか、はい、自分ももう気がつけば27って、まあ、荒さと呼ばれるまあそうよね、もうもはやまあ試食にするとみたいな感じじゃないですか、ね、うん、なんか後輩におごってあげれるかっこいい先輩に、なそんな裕福じゃないんですけど後輩におごってあげるおごるぐらいできないやろおはんぐらい出せるでしょ。そういうことを、ね、してあげたいなっていうそうなんですか、気持ちがありますね。川辺さんケチだったの、すすられてるよ大変大人ってね。ではここで1曲お届けしましょう。早速曲紹介お願いします。はい、ではウィーバーで口づけダイヤモンド。止まらない日常にあなたは笑って、道を描いたこんな違う僕ら、出会うはずもないはずもなかったさ。泣かないでいて機密の約束、消えない傷跡、守りたいと言ってしまえたらきっと楽になるけれど、どうしようもないほどにもう引き裂かれない、本当の言葉聞きたくもない、口づけダイヤモンドをあなたの指に渡そう、形のない約束いつだって思い出して、
新しい日常とあなたが描いた虹は混ざらず雨が止んだ空それでも光を待って昼僕はどうしようもないほどにもう引き裂かれて本当のことは知りたくもない口づけダイヤモンドをあなたの指に渡そう形のない約束いつだって思い出して写真に残らない思い出を焼き付けて二人の約束が口癖で終わらぬように覚えてて10日リリースのニューアルバムナイトレインボーから口づけダイヤモンドでした。 YKKAP プレゼンツ YKKAP プレゼンツ内田恭子の内ココ内だけここだけの話内田恭子の内ココ今朝はウィーバーの3人を迎えしてお届けしています。さあこの時間はゲストの方の心の窓を覗く心理テストを行っていきます。心理カウンセラーの前田恭子先生監修のシークレットウィンドウ、私も問題と答え知らないので一緒にやってきますね。はい、では問題です。はい、新しい年を迎えて気分新たに持ち物を新調しようとしたあなた、どのアイテムを選びますかということで4択です。はい、A スーツケース、 B ペン、 C 靴、 D マフラーもしくはネクタイ。スーツ、ペン、靴、マフラーかネクタイ。決まった。あ、早いですね川辺さん。どれですか？はい、僕は靴ですね。靴、はい、僕も靴ですね。奥さんも靴。はい、はい、僕も靴やったんですけど。あ、いいですよ、もう自分の心のままに。いやでもちょっとスーツケースと迷ったんで、はい、スーツケースにしてます。じゃあ杉本さんがスーツケース。内田さんは靴ね。靴こないだ年内に買っちゃったからな。ペンかな。はい、さあこれで何がわかるかというと、はい、はい、このテストで新しい年に起きることが分かります。2016年、心理テストじゃない、もう今年の予言です。いや予言ですよ。なんか実ですね、始まった時に嫌な。そうね、本当。新しく買うものは新しく何かを吸収し自分の不足や願望を満たしたいという気持ちの表れです。選んだアイテムから新しい年にどんなことに注目した方がいいか、どんなことが待っているかが分かりますということで、上からいきましょうか。はい、A のスーツケースを選んだ杉本さん。はい、スーツケースやカバンなど手に持つものは未来の生活状況や財運、対人関係、あなたの運気を象徴します。スーツケースのような大きなしっかりとしたカバンであればあるほど大きな変化が起きることを意味しており、大きな財産や良き協力者を得ることを表しています。今年のあなたは協力者の援助によってあなたの願いが叶えられることを暗示します。今いないですからね。出てきますよ今年は。出てきます。いちいちネガティブ。いちいちネガティブですね。じゃあペンを選んだ私です。ペンなどの筆記用具は自分自身を表現し伝達する能力、コミュニケーションを表します。今年のあなたは人との関わり、コミュニケーションに注力していきましょう。パートナー、仕事仲間などの人間関係の質を今までよりも上げていくために、いつも同じことを言っている、聞いているではなく耳を澄ましてコミュニケーションすることを心がけていきましょう。なるほどね。アドバイスみたいな。アドバイスになっちゃいましたね。確かによく人の話ね、右から左に言ってしまうので、ね、ちゃんと聞きましょうってことですね。さあ C を選んだ川辺さん、奥野さん、はい、靴
は自分の置かれている地位や立場、うん、財産などの象徴です、うん、新しい仕事に抜擢されたり新しいパートナーが出演するなど生活がより豊かにステージが上がることを表しています。当たりじゃないですか。やってきたチャンスをつかめる自分であるためにアンテナを立ててピンときたものをキャッチできる瞬発力を持っていきましょう。なるほど。ちょっとこれ皆さんいいんじゃないですか。いいですね。私なんか注意に終わりましたけど、ね、ちょっと皆さん今年はくぐっとさらに上がっていく年になりそうですね。さあ心理テストの問題と詳しい解説は番組ホームページで紹介しています。ぜひチェックしてください。 YKKAP プレゼンツ、 YKKAP プレゼンツ、 内田恭子の内子子。ウィーバーと一緒にお送りしています内田恭子の内高校。さあ3ピースバンドでボーカルがギターではなくピアノというスタイルは珍しいですけど、杉本さんも何歳ぐらいからピアノはやってらしたんですか。僕は母がピアノ先生だったので、はい、本当に家にずっとピアノがあって小さい時からやってたんですけど、うん、まあ、小学校の間ずっと先生について習ってたんですけど、やっぱりその頃ってこうスポーツがやりたいですし遊びたいですし、この子ですもんね、でやっぱり嫌いになってしまってやめたんですけど、うんうん、まあ、そこからまずはバンド、僕もギターを弾いて最初始めたんですね、うん、でこのウィーバーが始まったんですけど、高校の間ずっとギターでやっていて、うん、で大学に進学した時に実はもう一人メンバーがいたんですけど、はい、その子が抜けた時にどうしようってすごい悩んでた時に、ずっとお世話になってたライブハウスのスタッフさんが、杉本ピアノ弾けるんやったらこう結構世界にはピアノバンドもいっぱいいるから、うん、そういうのを真似してやってみたら面白いんちゃうかって提案してもらって、そこから始めたのがきっかけですね、でもこれ、ね、クラシックから始めたわけでしょ、はい、ピアノは。そこからバンドでピアノっていうのって抵抗はなかったですか、うん、いや最初はめちゃめちゃありましたね、うん、もうバンドにピアノがいるっていうイメージもなかったですし、うん、その最初そのスタッフさんに見せられたピアノバンドの映像とかが、例えばピアノを立って弾いてたりだとか、今も僕はちょっと立って弾いてたりするんですけど、うんうん、鍵盤をこうグーでもう殴りつけたり、椅子を投げたり、もう絶対ありえないことですよね鍵盤グーで叩いたら神聖なお母様そっとみたいな今でも言われるやんな。そうそう、ライブとかあの、はい、次のお母さん来るんですけど、はい、ライブ中に次はあのピアノの上に登ったりするんですよあんた何してんのみたいな感じで昔も言われてたりして、たまにお手紙とかでもピアノの先生から、ね、はい、生徒たちが真似するのやめてくださいとかねえ、でもお母様も音楽の道進んだことは喜んでらっしゃるんじゃないですか。喜んでますね、まあ、先ほども言ったんですけど、うん、一回辞めたんで、はい、まさかこうピアノでまた僕がこうやって仕事してるっていうのは想像もしてなかったみたいなんで、うん、本当もう3人の家族毎回ライブすごい見に来てくれるんですよ。で、ね、また高校のお友達って言ったら、はい、きっとねご両親も皆さん同士仲がいいんじゃないですか。で家族でカラオケ行ったりとか仲いいで、今歌うたわで、きっとライブから帰った後も、はい、あの子たちちょっと会うよねみたいな話をね、皆さんもいろいろされてるかもしれないですね、はい、さあ今回のニューアルバムはナイトレインボーというタイトルですが、夜の虹、これはどうしてこんなタイトルなんですか。そうですね、まあ、虹っていうのは大抵こう昼に出るもんなんですが、まあ、夜に出る虹っていうのはすごく稀なんですけど出ることがあって、あるよ、まあ、月の明かりとかまたこう滝があるところとかそういういろんな条件が重なった時に夜に虹が出るんですけれど、うん、やっぱりすごく稀なものなので、うん、こう見ることができた人はこう幸運が訪れるとか幸福になれるとかそういう意味があって、うん、まあ、僕らの音楽もこう誰かを幸せにできるような音楽ならいいなという思いを込めてナイトレインボーというタイトルにしたんですが、このアルバムに入っている曲たちもすごいそれぞれ個性が立っていて、なんか一色で表せないなということで、うん、レインボーという言葉はいいんじゃないかということでナイトレインボーにしました。素敵ですね。というわけでその中から早速1曲聴きながらお別れとなりますが、曲紹介お願いします。ではニューアルバムから聴いてください。 Boys and Girls。日々 I'm so sorry for that。 最近仕事ばかりで忙しい。 I don't have time。 助走は長い方が遠くへ飛べるはず。いつか聞いたあの場全部信じてみようよ。さあ飛べ飛べ全力で、あの空届きそうなジャンプ、背中の錆びたプロ
東京 FM をキーステーションに全国ネットでお送りしてきました YKKP プレゼンツ内田恭子の内ここ内田恭子ここだけの話。ウィーバーの皆さんお帰りになりました。窓からお見送りしてみましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。また遊びに来ます。はい、また来週お待ちしてます。皆さん高校生の頃からの友達ということで、必然的にご家族の皆さんも仲がいいっていうのがね、なんかすごくこうあったかくて、このウィーバーのこのほんわかした空気にとっても合ってるなって思いました。内田恭子のうちここ、今日はもうお別れですが、番組ホームページもぜひチェックしてください。先ほどの心理テストの問題と解説もこちらでチェックできます。また抽選で1名の方に私とウィーバーのサインが入ったポスターを、10名の方に番組オリジナルの携帯ストラップをプレゼントしています。アドレスは tfm.co.jp/ここ tfm.co.jp/koko。 メッセージ、番組の感想なども送ってくださいね。 80 ポイントラブ東京 FM、 この後は明治さんのハートオブサンデーです。引き続き東京 FM でお楽しみください。内田恭子でした。